すおみの話をしようキャストの皆さんと三谷幸喜監督ですどうぞ 「ワオ」「ヘルシンキのおもな建築物は一人りの男がデザイン」「したうものその人の名はカルルトビヒエンゲル」ゲル「19歳い最大の建築家 つぼみの話をしようキャストの皆さんと三谷幸喜監督です今一度大きな拍手をお願いしますさあ初日を迎えました早速ご挨拶をいただきたいと思いますぜひあの初日を迎えた感想も合わせてね、えー、一言いただければと存じますではまずは長澤まさみさんお願いしますはい <laughs> すみません そう三を演じました長さまさみです本日は皆さん、えー、初日に駆けつけてくださいまして誠にありがとうございます、えー、ちょうど去年の今頃、えー、この映画は撮影をしていましたが去年も暑かったなと思い出したり、えー、すごくあっという間に撮影終わってしまったけど。 なんだか本当にいい時間を過ごしたなという、えー、思い出にすごく今は慕っていてでもこの作品が皆様のもとへ届いて、えー、ちょっとホッとしているところであります、えー、たくさんの方に見てもらいたいなと思いつつ、えー、今日は少しの時間ですがよろしくお願いしますありがとうございますでは続いて西島秀俊さんお願いいたしますはい、えー、皆さんこんばんはありがとうございますありがとうございます えー、草の役の西島出です、えー、そうですねあの、とにかくもう撮影は楽しくて、えー、本当にこの幸せな作品が皆さんのもとに届いて、またその劇場で皆さんがこの作品を見ることでこう、たくさん劇場で笑うことでこう、作品がもっともっとこう豊かに膨らんでいくのかなと思っています。本当にににこの作品とにかくあの幸せになる 映画なのでぜひたくさんの方に見ていただきたいなと思っています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて松坂桃李さんお願いします。はい、えー、トカチ役を演じました松坂桃李です。ありがとうございます。えー、たくさん映画館映画がある中でこの作品を選んでくださって本当にありがとうございます。えー、皆さんの上映後ということでなんかこう皆さんの表情を見て本当にちょっとこうほっとしたというか。 あようやく皆さんに届けることができたんだなと思うと、えー、すごい嬉しい気持ちでいっぱいです、えー、この後も、えー、まだご覧になってない方にぜひ素オミの話をしていただいて、えー、さらなる、えー、この作品をたくさんの人に見てほしいと思うので、えー、引き続きよろしくお願いします今日はありがとうございましたありがとうございます続いて瀬戸浩二さんですお願いしますこんばんは 恋素、えー、と、えー、それからミュージカルシーンでは、えー、不思議な髪型をした、えー、人物を演じました瀬戸光治と申します、えー。本日はご来場ありがとうございます。えー、あの <laughs> <laughs> 大丈夫ですか <laughs> はいあのまあ本当にあの内容を知って見ても楽しいし面白いというあの作品であのこの楽しさを 多くの人に届けることができたらいいなと思いますし、あの少しでも皆さんのこう不安な気持ちはそのストレスみたいなものがこの映画を見ることでなんか少なくなればいいななんて思っております。たくさんの方に見ていただけるよう我々も頑張ります。皆さん本日は少ない時間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて遠藤健一さんお願いいたします。は遠藤健一です。 えー、やりがいのある、本当にあの楽,し楽しい作品でしたで、楽しいメンバーでした、えー、お世話になりました <laughs> 毎回、毎回言いますよね、<笑><笑>お世話になってるから、お世話になりました、<laughs> 言葉出てこないと、すいませんね、<laughs> あの初日ですよ、遠藤さん、初日、どんなお気持ちで。はい いや、嬉しいです。<laughs> はい、はい。後ほど伺います。はい、いますはい、よろしくお願いいたします。ますさあ、続いては小林隆さん、お願いいたします。皆様、本日はようこそおいでくださいました。<laughs> えっと、ここにおいでの。皆様、そして、本日。この他の劇場にお越しくださったすべてのお客様のおかげで。そうの話をしよう。無事に。 船出することができました。この航海がせ長くできるだけ長くついつなります続きますことをお祈りして <laughs>、よも,もうしばらくのお時間私たちにお時間をください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いては坂東野十郎さんです。お願いします。皆様こんばんは。寒、え、川、ー、静造役を務めました坂東野十郎でございます。 えー、皆様もう見ていただいた後とということで非常に怖いんです嫌いにならないでください <laughs> 最低なわがままな男楽しかったです、えー、これからももっともっと見ていただけるように、えー、皆さんからの宣伝もどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますでは続いて戸塚純喜さんお願いいたしますこんばんはありがとうございます 直虎役を演じました戸塚純樹です、えー、本当にに、えー、この日を楽しみにしみていました改めてここに立たせていただいて皆さんの前に立たせていただいて本当に素晴らしい作品に、えー、参加させていただいたんだなと実感しています、えー、寒川さんにすごくこき使われて僕はすごく楽しかったです <laughs>、えー、最後まで皆様今日はよろしくお願いしますありがとうございます では続いて宮沢山さんお願いいたしますはい皆さまこんにちはあざみ役演じました宮沢山です <laughs> えそうですね本当に一年前みんなで あのわちゃわちゃしながら愛すべきこのキャストと一緒に、えー、撮影していた時は、まあ、どんな映像作品でもそうですけど作ってる時はそれが一体どんな作品になるのかどういうふうにあの受け取っていただけるのか分からないので不安な部分も多いんですけれども、えー、この上映後ということで今なんとなく私たちキャストとここにいらっしゃる皆さんとで大きな秘密を何かシェアしているような気持ちであの早く感想を聞くのが楽しみですし一体皆さんがどんな 総身の話をしてくださるのか、あのすごく今から心待ちにしています、えー。短い時間ですが、今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ最後、三谷幸喜監督です。監督初日を迎えられたお気持ちを合わせてお願いいたします。はい、えー、今回脚本と監督と、えー、BGM の、えー、ピアニカを担当させていただきました。本当三谷、えー、と申します。本当なんですよ。僕ピアニカ吹いたんですよ。よ あ、あそうなんですか。はい。えー、これってごめんなさい。皆さんはご覧。これは皆さんもうですから、あの。ご覧なって,ってます。ですから、もう本当ヘルシンキ脳内再生状態で今。皆さん見てくださっていると思います。見ちゃってるんですね。見ていただいたんです <laughs> いやいや。ちょっと恥ずかしいなと思いまし <laughs> えっとです、ね。あのー、今回本当にあの、こう宣伝活動で。 いろんな番組に出していただいて僕だけじゃなくてみんなも本当に頑張ってくれてたくさん宣伝していただいたおかげで今日も本当に全国でたくさんのお客さんが来てくれているということいろんな方が見てくださって例えば今日も谷原章介さんもすごい面白かったって言ってくれたし軽部さんも面白かったって言ってくれたし。 えとバナナマンの設楽さんは多分見てないと思うんですけれどもほ <laughs> <laughs> 他の番組で前に中居正広さんがえ見てくださってすごい感想を言ってくれたんだけどあのその中で印象に残った言葉がえ監督、この作品ってとっても手に汗握らないですねって嫌なこと言うなと思ったんですけどもでもね、確かにそうなんですよね、あ。のー 一応ミステリーということにはなってますけども、まあ、僕の作品だから、まあ訪美は行方不明にはなるんだけどもなんか悲惨な結末をたどるわけがないんですよね絶対なんかこんな感じで終わるだろうなっていうのはもう皆さん <laughs> 思ってらっしゃると思うんだけどもそれでもやっぱりこうなんとなくこう楽しくてワクワクして、えー、手に汗は握らないんだけども握りそうになりながら、えー、2時間こう楽しい時間を過ごしていただけるような、えー、そんな作品になったと思います、えー、とても僕は満足していますそしてたくさんの方に見ていただいて本当に感謝しています、えー、今日はどうもありがとうございますありがとうございましたさあでは私の方からお時間が許す限り あの質問をさせていただきたいと思いますがではあのメディアの皆さん恐縮ですがここからはフラッシュなしの撮影にてお願いをいたします。さあでは長澤さん、はい、え初日迎えましたがすごみ非常にまあ難しい、はい、チャレンジングな役どころ三谷監督からは挑戦状のような台本だとおっしゃっていましたがう、ね、どうですか挑戦を終えて仕上がりを見てご自身はどう受け止めてらっしゃいますかいやなかなかまだ冷静に見れてないので映画館の方にまた見に行かないとなと思っているんですが。 まあでも今できることはまあやれたのかなとは思っていますがあの終わった後もも諏訪美はもしかしたらこうだったかもしれないああだったかもしれないってこういろいろ諏訪美に対してまだまだこう可能性というかを見いだせるすごく楽しい面白い役を演じさせてもらったなというふうふに思ってます、はいあの監督やっぱり長澤さんの引き出しを全部引き出したいと。 というお気持ちだったと伺いましたが、はい、いやでも本当にたくさんの引き出しを持っている方だからまだあと八つぐらい残ってるんじゃないですか <laughs> 引き出し <laughs> 僕が気づいた引き出しは全部開けさせていただきました <laughs> 監督が気づいた長澤さんの引き出しはすべて開けた、うん、<laughs> もうちょっとなんか奥にありそうな気も <laughs> 秘密のか隠し扉みたいなものありなすかまだあるんじゃないかということですがあの長澤さんクライマックスシーンのまあ集中力、はい、緊迫感、はい、すごいものがあったとっいやもう本当にあのシーンの日は、はい もうとにかく皆さんの足を引っ張れないと思ってあの頑張らなくちゃなと1人ですごく緊張していたんですがもうあの本当に夫たちの目が優しくて <laughs> もう見守るようにあの一緒にあのシーンをあのいてくださったので。 はい、本当に私たち私と和田美ちゃんがいない間に夫たちがとても結束力をあの <laughs> 固めてすごくいい時間を過ごしていたんだなと感じるような本当に温かいあの時間で、うん、はい、あの自分のことに集中することができて本当に感謝しています。ありがとうございました。あの両サイドのでは夫に伺いたいんですが西島さん、やっぱあのクライマックスの、はい、で四分半以上と伺ってますが、あのシーン オッケーが出た瞬間に思わず声をおかけになったといいう,うに伺いましたけれど、はいはいはい、そうですね、いや、すごかったですね、もう目が離せない、なんか本当にこう、なんだろう、あの綱渡りを全速力で駆け抜けてるような感じで、もうこっちも本当に、まあ、僕はあの手に汗握りましたよ、あの役だから握っちゃいけないんだけど、どっか心の奥でずっと、うわ これどうなるのいけ,いけんのかな、いけんのかなってうわーっていく感じでまままあ目が離せなかったたですね、はい、引き込まれました松坂さん、うなずいていらっしゃいますがいかがででしたそうですねあの見入っちゃいました僕はもう見入っちゃいけないんですけど役として言、ね、い,いなきゃいけないんですけどでもそ時、そのにそに僕が知らないやっぱこう素みとかを初めて目にする瞬間でもあるので、はい、あこういう感じなんだあ次こうなんだっていう。 こう次々出てくるそれこそ長澤さんのその引き出しに思わず僕もやっぱ心の奥底で手に汗握りましたね。監督演じる側は手に汗握ったとね。いや僕も握ってましたよ。<laughs> はい、監督ですもんね。も,も,もちろんです。<laughs> はい。頑張れ。はい、でも一回目 NG は出してないですもんねあれもね。あ、うん、そうなんですね。今回の映画で長澤さん NG 出してないですね。 NG といえばもう思い出すのが西島さんそうですね <laughs>、はい、では流れよく西島さん伺いたいですがあの、まあ、あの三谷監督とはね意外にも初タッグということであのいろんな番組でも共演それこそねその中井さんの番組もね一緒だったように思いますが改めてどうですかその三谷監督作品に出るという意味そうですねいやまあ本当に楽し,楽しんじゃいけないんですけどあの何ですかね 監督の今もそうですけどこう言葉が演出の言葉がなんていうかなその現場にずっと漂ってるんですよね、本番中も,だからもうおかしくてそれが残っちゃってるんでだからそうですね。あのその現場の楽しさがきっとその画面でいうか作品に残っているんじゃないかと信じて僕は自分がやったことは間違ってないと思っていますはい間違ってます。<laughs> <laughs> 間違ってますよね <laughs>。間違ってますよね <laughs>。本当に反省しています、うん。はい。はい、<laughs> でも、ね、で、現場の空気がそうさせたというね、部分ですけれども <laughs>。皆さんがあまりにも面白い。<白> <laughs> はい。とても大変な現場でした、はい。はい。松坂さんも三谷組初めてと、はい、いうことですが。現場の空気、あるいはその三谷演出。どんなことお感じになりましたか。いや、もう、本当に、だから、僕もその西島さんもおっしゃってましたけど、やっぱ残るので。 そそれこそあの最後のクライマックスのところでスオミがあの中国語以外の言葉をしゃべった時の,その小林さんのリアクションであの三谷さんが小林さんにつけたそのま演出というかかけた言葉がその自分が飼っている犬が日本語をしゃべった時のような驚き方をしてくれっていう。 すごい頭に残っててじゃあそれで本番いきますよーいって言われてもどんな顔するんだろう、うん、えすっごい気になるでも諏訪美の方も見てなきゃいけないしでもどんな顔するんだろうっていう,もうそれがもう本当に気になっちゃって気になっちゃってはい、はい、ちょっともうだからあ皆さんもうご覧になったんですもんね、はい、その小林さんのリアクションをね、はいはい、いやー面白かったですね <laughs> 小林さん一言その演出を聞いた時のお気持ち そのシーンに限らずいろんなところで耳元に来てこちょこちょと言ってくのでその回数がもう多すぎていちいち覚えてらなかったっていうのが正直なところなんですけど犬でしたかね犬飼ったことないのでさらに想像力をフル回転させてあの必死にあのいたはずですだって何しろ諏訪が初めて日本語を話す目撃したわけですからね だってそれまで皆さん中国ダンスよ。<laughs> 知ってるいらっしゃる。<laughs> これはね、はい、すごく大変なことだったんですけれども、うん、今そのことで話しちゃっていいですか？じゃあはいお願いします。あの、あのね、現実の結婚生活においても、でおそらく夢の中でも大量に降り注ぐスゴみの中国語のシャワー、これに対して。 戸惑いながらも、おそらく心の中では幸せ、非常に幸せな感情でいた宇賀人で痛かったし、はいうん、そうしたつもりなんですね。言葉における意味なんてどれほどのもんだと。相見の中国のメロディーとリズム、これはもう極上の音楽のように思って聞いていましたね。ただ一つ大事なことがあって、相見の口調 表情から発するかすかな SOS のサイン、これだけは逃すまいと、これだけは的確に確実に掴もうと思ってやっていました、それが警察署での対面のシーンなんですね、あの時の表情はいまだに忘れません、あの顔だけで1年近い結婚生活を過ごしたと言ってもいいぐらいです。なるほどはい、はい 島さんも今も笑ってらっしゃいますけどとにかく現場で小林さんはねこういう人なんですよに小林さんのお芝居がもうとにかくズボンそうですね僕はもう本当 NG の多分80%は小林さんの芝居で吹いてましたけどいやまあねこういう方ですでもこの方はの本当に真面目な方だから今も別にみんな笑わせようと思って言ってたんじゃないんですと ありえないですよね。誰誰にとって誰にとって。ね、っていやご覧になった皆さんにね、わかんないんですよ。で、一年弱結婚していたって。てねうん、これを正直だ,だい大体言いたいことはわかりました。す <laughs> 以上です。はい。もうまた西島さんの笑いが止まりませんけども、さあでは続いて瀬戸さんに伺います。あの今ねご覧になったばかりの今日お客さんですけど、はい、やっぱりセスナのシーンは、はい。 瀬戸さんにとっても大アクションシーンのことですよね想像のはるか上をいく僕も想像してなかったですねはいあれ突然ほぼほぼ突然僕言われた現場でちょっと思いついたいやすごいですよねそうなんですか一応設定はあったんですけどもどんなふうに落ちようかっていうのは分かってなかったんで現場でちょっと考えてそうだ浮かび上がってこようみたいなそうですまさかのレジャーシートで服部君っていう。 はい、びっくりしました。あれ、あそこ、すごかったですよね。まあ、トマクルーズもやってない、ね。<laughs> あれはやってないそうですね。うん、はい、飛行機に追いついちゃってますからね。だから、早く飛んで、だからいい感じに上昇気流に乗ったっていう設定ですよね。三谷さん。ちょっと映画のリアリティを超えてしまったんですけども。<laughs> まあまあ、一回やればいいかない。いや、すごい楽しい撮影でした。はいはい でもあのね長回しが多いので長い稽古をされたというのも伺いましたけど一方で現場で監督が、ファッと変えたり足したりそれにせつさん、どうですか答えていく役者としての面白さみたいなものもやははりりありましたかはいそれはすすごくあると思いま突然、だからが突然上がれっていうことになったわけですもんね <laughs> そう突然、アクションがありますみたいなで, <laughs> <あ>でワイヤーアクションですとほ<う>えっってなりましたね。うん、はい でも、まあ、ああいう形になって、最初はあの、あの翼にしがみついてるっていう設定だったんですよ。それだけだと、なんか面白くないから、うん、ま一回落ちようってことに <laughs>。落ちたからには、何とかして上がってもらおうで。<laughs> はい、であのシーンになったって感じ <laughs> す。ごい楽しかった。<laughs> はい。あの、本当にね、楽しんでらっしゃる空気というのは、皆さんから伝わりましたが。はい、さあ、では続いて遠藤さん。はい。はい。なんと言っても、やっぱり遠藤さんはね、長澤さんとの共演ですよね。本作は。嬉しいです。<laughs> さみ、あのー、ちゃんとは初共演なんでね、はい、で俺、雑談が苦手なんですよ、で本当になんかあのしゃべるの、普段得意じゃないんで、でも一応話しかけたら、さみちゃんにね、絡みづらいって言われて、<laughs> でもその正直なのがあの面白くて、ガンガンガンあの俺が逆に話しやすくなっちゃって。 だから、会ってる時、ずーっとまさみちゃんと話したんで,たで、うん。話してましたね。迷惑だったでしょいや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 、嬉しかったです。<laughs> 本当ですか。はい、ありがとうございます。<laughs> <laughs> はい。長澤さん、改めて、あの、はい、確か、健一と呼ぶようになったと伺いましたが。はい。あの。健一って呼んでって言われて。ですよね。はい。これから頼みました。で、健一と呼ばれて、で、芝居では怒鳴られて、幸せでした。<laughs> 改めていかかがでやもう本んとに楽しかったですね、あのー、なんだろうこうなんかねちょっとこう似たところがあってね緊張しいな自信がないところとか人見知りでねなのでなんかこう私が一生懸命その芝居をしてる時に三谷さんのいろんな注文を聞いている中でもずっと

分かってくれるっていうのがすごく安心感になって遠藤さんとはとてもいい友情,か友情関係を築くことができた気がしますでも本当緊張しいで人見知りとかそんなの全然思えなかったんでその辺が本当びっくりしてまあ自分もそういうところがあるんでそれでなんかあの他人に感じなくなったっていうのはありましたねで <laughs> 本当に仲良しで今もそうですけど僕らみんなでもう10年ぐらいね知り合いかと思ってましたもんね初めて会ったんでしょ あったことはありますけど、あのう、真田丸の打ち上げの時にちょっと。ね、二次会、あの打ち上げの一次会会、ちょっと話しましたけど。共演はモロ初めてです。生まれて初めて。びっくりしましたよね。まだ初めて。距離が縮まって。何より、何よりですよね。何よりだと思います。はい。さあ、では。ありがとうございます。さあ、続いて、やじ郎さん。あの映画のご出演というのは、あの意外にも。 そんなに多くないというふうにお、ねね、伺いましたけども、はいい,、はい、いかがでしたこの三谷作品いや楽しかったとっいうのがまず第一ですけれども、まあ、だんだんその終わってから大丈夫だったんだろうかあれでよかったんだろうかというのは後からだんだんじわじわと来ましたけどここはぜひ三谷監督矢十郎さんもその、はい、三谷作品には欠かせない、ね、お一人なのかなという印象をやはり持ちますけども。まあ 矢十郎さんはあのずっとね歌舞伎をやってらっしゃっていて僕はあの歌舞伎を見ていたのであの面白さは当然分かっていたんだけどもえ世の中の方は知らない方がまだまだ多くてこんなにすごい俳優さんがいるんだよということも伝えたいなという思いが大きかったですしもともとだって矢十郎さんのお父さんってねね映画俳優さんんででいらっしゃったんです結構長い間、映画の仕事をしていました。 <laughs> ちょっとかなりもう成長されてますけれども、今後の日本映画界を背負って立つ人材じゃないかなと僕は思っております <laughs>、はい、どうでしょう、その映像作品のお仕事というのは。いやあの三谷監督の,その演出が、僕らは舞台をいつもやっているのに近い感じでつけてくださるのであのすごく僕としてはやりやすかったです。うん だからすごくそしてスタッフの方も,もうキャストの方ももちろんなんですけど、うん、スタッフの方も本当にこういたわってくださるんですよややりすすかったですね冒頭で、ね、あの嫌なやつで嫌われちゃったんじゃないかっておっしゃってましたけど監督はやはり矢印さんだから嫌われないという感じもしますよねすよちょっと腹立たしいぐらいなんか、ね、憎めないところがおわりなので。<laughs> うんうん 何やってもあの可愛があってても可愛があ最後もあの、ちょっともしかしたら皆さん見逃しているかもしれないけどあのダンスシーンでちょこっとだけ振り、うん、を失敗されてるんですけど<れ> <laughs> 悔しいんですよ <laughs> あの、なんであれを使ったんですかね。まだうまくいった回もあったんですけどもでもその失敗した感じがまたね可いいんですよなんか <laughs> チャーミングでだからあれを使わせて僕が拝見して、うん、なんでってちょっと悔しかったんですけど。 はい、失敗してる方が可愛かったとぜひ <laughs> もう一回見たあてみそうですよねこれあの皆さんのね今見たばっかですけども僕自身もあのカルベアナにと二回見た方がいいぞって言われて本当にやっぱり二回見ると二回目のこうなんていうんですかこう染み入る感じがすごくありますからぜひ皆さんリピートねしていただければなというふうに思いますがさあ戸塚さん、はい、あの三谷組が目,、はい、目標だったということですけどもはい。うん 違う,違うい。いやいや目標でした。目<標>はい。んね、いやいや目標でした。いろんな公式のところに書いてありますけど。これに出たくて役者をやって。うん、もうこれからの目標がもうなくなってしまったというぐらい。だから本当にあの。三谷さんもそうですし。こんなね素晴らしい。先輩方に。素晴らしい先輩方に囲まれて。ね <laughs> ほんとご褒美みたいな,なもう僕にとっては,はい、はい、役者続けてきてよかったなと本当に思いましたけど、うん、なんかちょっと1つ思い出したことがあってなんか長澤さんと共演するのが久しぶりなんですけど、はいうん、最初、この作品でご挨拶したときにスタッフさんに間違わられて <laughs> え覚えてますか <laughs>、あのーね、ミュージカルシーンの稽古で。 あの私、一人で稽古しててその私の稽古の後にえっと小林さんと戸塚さんが稽古でで久しぶりに小林さんに会って <laughs> ああ、まさみちゃん,なんてってあ、おはようございますって,って小林さんに夢中になっちゃってで通り過ぎようとしました <laughs> なんかあ、おいんすみたいな感じで、あれあれあれみたいな。<ら> あマネージャーさんかと思ったって言われて小林さんのマネージャーさんかと思われててでも、なんかこの最初のこのやり取りでなん乙骨の人生がちょっと決まった感じもあってあなるほどグッきましたその今お話あったミュージカルシーンですけど西島さん、男性陣は結構決めポーズを各の決めるような感じだったそうですねいやそんなことないですよ。 あのね、うん、その初めてのダンス稽古の日遅刻してるんですよ。<laughs> でもうその振り付けが終わっててその後追って振り付けられたんで<ー>とりあえずここはなんかポーズって言われてだからここは自分で考えるのかと思ってえ決まってたたんですかあれ振り付いた <laughs> <え> <laughs> ああでしょうおおだからあの,あの銃をぶっふってやの最初1人ずつ呼ばれてって出てってなんかポーズ決めポーズ、うん、でそこにあのナレーションがかぶっててあのだから多分僕の場合はいい人か悪い人か分かんないみたいなどっちつかずなら言葉出たのでなるだけかっこいいポーズにしようっていうことで最終的に宝塚の2枚目から銃口から 煙が出てふってまで落ち着いたんですけど、あれたたかだったんですか。どこが？この格好がです。この格好。で、これが拳銃にも見えるから、私刑事だからと思って。ああそういうこと。森ふっとやった。マイケルの時もありましたよね。なんかこんな時もあったじゃないですか。でもそれじゃなんかなよくわかんないなと思う。 <laughs> と思っってて、はい、あれに落ち着きましたって話です、はいはいはい、こうして伺うとやっぱり本当にもう1回ねもう1回見ないとという、ね、<laughs> 気持ちにもなりますがさあ,あのそのミュージカルシーンはね宮沢さんリードされる立場でもあったと伺いましたけれども、はい、改めて本作 <laughs> まあなんといっても長澤さんとの共演が軸だったと思いますがいかがでした、はい、本当にあの三谷監督の演出を受けた人たちは。もう 本当同志っていうかその試練を乗り越えてきたみんなだと思うんですけれどもその中でもあの今回いただいた本の中で、まあ、あざ美は常に相見と一緒にいるんですけども2人の関係性が何なのかということは別に明確に書かれているわけではないですし何者なのかも本当に謎は多いんですけれどもすごく悩みましてどうこれを演じることが いいのかかがすごくくらなくてで現場に来てみたら長澤さんも同じように悩んでらっしゃっていろいろ相談もさせてもらいつつなんかその姿っていうのがあのプライベートでは「まさみちゃん」って呼ばせていただいてるんですけどやっぱこういう場では「長澤さん」って呼びたくなるようなその何か輪と軸がしっかりあってパンと。 まっっすぐに立っていっっててくださっていろいろ悩んでこうだよねああだよねって言っても最終的にカメラの前に立,つ立った時にもうバンって決めてくださるのでこの諏訪があってのあざみだなっていうその指針でいてくださったのでもうそこから先はついていくだけだなっていう感じで本当にやりやすかったしありがとうございました、はい、長澤さん諏訪、まあ、もそして連れてあざみも変化するというね、はい、そういう作品だと思いますが、うんはい、宮沢さんとそういう意味では。 一緒に作り上げる部分はありましたですか。もう本当に二人でこう毎回違う関係性をなんかこう演じなくてはいけなかったので、うん、あのー、本当に悩みは本当に一緒だったなっていうのを思いながら、うんうん、まあでもそういったところも含めて親友の役なのかなと思いながら、うんうん、はい。はい、はい。監督この二人の女性の輝きいかがでしたですか。まあ長澤さんはあのー、舞台前に一緒に。 やらせていただいてで今回初だったじゃないですかで宮沢さんもあの最初の映画が僕の作品だったいですかはい記憶にございませんはいで今回二回目で、えー、まあこれからもねあの出落ち女優として僕の作品には欠かせない人になるのかなっていう,ふうにてひどいですよねなんか扱いが雑なんですよね <laughs> なんか面白いですよね <laughs> な あ今回もこういうことなんだなっていうのは台本を読んで思いましたけども、まあ、愛だと思って、はい、あの言われた演出は1回、嫌だって思いながらも咀嚼してててやらせいいただいております、はい、そういう意味ではやっぱり、ね、宮沢さんは三谷さんの演出意図をぱっと理解してくださる女優さんという感じですかね。そうですね、うん、あのー 嫌、まあ、そうな顔は1回されますけれどもでもちゃんとあのすぐそこでやってくれるっていうやっぱりすごく僕はあの力になってくれてると思うしやっぱり早いですねあの仕事がどん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 進めていけるんで。 とても、あの感謝しております。はい。あの、出落ち、ね、出落ち女優って、ちょっと強めの言葉だなと思ったので失礼ですよね。ちょっとね。あの、監督にフォローする、チャンスをと思って、もう一度聞いたんですけど。そういう意図があったんです。はい。そんな大きなフォローもなく。はい。常に。最高の出落ち女優ですね。はい、でも、監督の愛はね、とても強く感じました。ありがとうございます。さあ、家族、お待たせしました。もう、時間も迫ってきたんですが、初日を迎えました。で、あの。 宣伝のコピーでは最高傑作なんて言葉使われてますけどもどうでしょうか？その三谷監督作品、はい、三谷さんにとってのこの作品の位置づけというところはどうお考えになってますか。これ僕、僕あの新作作るといつも最高傑作って <laughs> 僕が言ってんじゃないんですよ。宣伝部の方があのつけてくださってるんですけど。まあ でもねあの、今回最低でしたっていうのもひどい話だしね。やっぱ最高のつもりではあの作ってます、で特に今回はその僕は演劇出身の人間なのでその1回演劇のような映画が作ってみたいっていうふうにずっと思ってましてでそれはどういうことかっていうとその舞台って大体1ヶ月稽古してで1ヶ月本番やるんですよね。でその もう本番の終わりぐらいにはもう本当にあの俳優さんとその役がもう同化して一体化してもう本当にすごい境地までいくんですよそういうお芝居を映画でも見てみたいなと思って映画はどうしてもあのスケジュールのこともあるし、まあ、それが悪いとは思わないんですけどもその日撮影の日に初めて読み合わせをして「よしやりましょう」って言ってリハーサルやって勢いで撮っちゃうみたいなそういう瞬発力が求められる現場ではあるんだけどもあえてその映画を映画あの演劇みたいに ずっといっぱい稽古してたくさんこうみんなで試行錯誤しながらえ固めていってでそこで生まれるものもきっとあると思うのでなんかそんな映画が1回作りたいなと思ってで今回やってみたんですけどもやっぱりあのとってもその効果はあったと思うし僕は本当に俳優さんが好きでえ俳優さんが輝いてる映画が一番だと思ってる。 人間なんですけども、えー、今回はもう長澤さんもそうだし、えー、5人の夫もそうだし、えー、他のみんなもそうなんだけども本当にみんなあの素敵な、えー、お芝居をしていただけてそれが映画として残ったってのは本当に僕はある種財産だなと思うし、えー、本当に最高傑作になったと思っております。 あもっともっとと思いますがお時間の方が来てしまいましたではこの後フォトセッションとさせていただきますその準備がございますのででは皆様一旦ご講談くださいありがとうございますさあそれでは最後に三谷監督そして長澤さんからメッセージを頂戴したいと思いますまず監督お願いいたしますはい、えー、ちょっと今お尻向けてますけどごめんねあのみんなに向かってあの語ってるつもりで語りますからね、あのー 本当にあの皆さんのおかげでえ工業収入がですね今目指せ 30, 30億というのがあったんですけどそこにだんだんこう見えてきたというかえ30億がもうすぐそばまで迫っている感じに今なっておりますこれって本当にあのすごいことで何ですごいかというとこれオリジナル作品なんですね。 原作もないしベストセラーになったものを描かしたわけでもないしドラマーのスピンオフでもないしそして多分皆さんお別れだと思うんですがアニメでもないんですよね。なのに すごくいいところまでもうちょっと30億いきそうだっていうところまで来てるとこれ本当に大変なことだと僕は思ってるしスタッフもみんな思ってると思いますでできればもっともっとたくさんの人に見てもらいたいと思いますのでオリ,ジナルがオリジナルの映画が力を持つことが多分日本映画を底上げしていくんだと思いますので皆さんもぜひ。 何度も見ていただきたいと思いますし、えー、お友達も誘って、ご家族も誘って、えー、おじいちゃんおばあちゃんも誘って、えー、ファミリーで見てもね、楽しめる映画になっておりますよね。ね,ね <laughs> ぜ。ぜひあの皆さん映画館であのみんなで、えー、そう相談話をしを見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。では続いて長澤さんお願いします。はい。えっ、ー、と今回の作品は。 撮影をする前に1ヶ月近くえみんなで稽古を重ねたえちょっと他にはない映画かもしれませんえその稽古の中でえみんなでこう作ってきた関係性がとてもいいものになってその現場での温かさが いや、ほがらかさがこの映画にたくさん詰まって、えー、素敵な映画に仕上がったのではないかなと思っております、えー、本当にたくさんの人に届いたらいいなという思いで今はいます、えー、私も映画館に足を運ぼうと思っていますぜひ皆さんに気に入ってもらえたらなと思っております本日はありがとうございました <laughs> いきますよ映画素オの話をしよう本日公開です劇場で 神神神神「それがヘルシンキヘルシンキヘルシンえたくない三谷幸喜が送るミステリーコメディ私のことよくご存知でしょううの話をしようおかしな話でしょ